では、皆さんこんにちは。今日は皆さんにカレーと綿菓子の自動販売機を紹介したいと思います。新しい自動販売機を見つけるといつも嬉しいのです。まずはネパール料理の自動販売機、牛タンカレースープ、チキンカレースープ、ネパール弁当、そしてなぜかうなぎ、チーズカレードリアにネパール豆スープ。では牛タンカレースープを買いましょう。続いてはチーズカレードリア。イタリア生まれのロングライフパン、コモパンの自動販売機の隣に、魚の缶詰やお肉の缶詰、メロンカレー、他にもカレーのレトルトが売っていた自動販売機。このメロンカレーを買いましょう。そしてこれも新しい自動販売機、ナッツの自動販売機、メキシカンチリ、それからスパイスカレー、チーズガーリック、シナモンシュガー、いろんな種類のナッツ。カレー買ったからスパイスカレーを買いましょう。牛タンカレーはお肉がゴロゴロ入ってそう。これがメロンカレー。どんなんだろうね。匂いは普通のカレーです。そしてチーズドリア、チーズが溶けてるね。カレーナッツいただきます。まずは牛タンカレーね、のパンがすごいたくさん入ってるのよ。本当にこれがね、牛タンです。どうかな？煮込んでるからね、柔らかい。牛タンと思えない。ほら、こんなにたくさん入ってんの。カレーは、普通のカレー、そんなに辛くなくてね。ちょっとご飯が食べたいから、チーズドリア。チーズドリア行きましょう。チーズドリアは熱いチーズドリアはカレーとご飯、ご飯の上にね、これだと見えないね、だってご飯の上にチーズ、チーズが溶けてる。これ美味しい。チーズの味でまろやかになってるから、なんかね、中にね、こうやって赤いのが入ってるの。中にご飯の中に赤いのが入ってるんだけど、こうやってトマトが中に入っててね、味がまろやかになって、この
カレードリアで白いご飯とね、白いご飯と、うん、これはいいね。だって500円だったでしょ。ね、お値打ちだよね。ね、メロンカレーは、ポークとメロン、メロンの香りと甘さが豚肉とマッチします。化学調味料など一切使用していない優しい味のカレーですと書いてありますね。なんかね、お野菜も入ってるんだ。これがポークだね、多分ね、ポーク。うん、柔らかい。あ、ちょっとメロンの香りがする。でも不思議、なんかカレー、あ、メロンの香りがするから、ちょっとだけね。なんでこれで、玉ねぎとかね、人参も入ってます。うん、全部具が柔らかいの。中の具が柔らかくって、ポークもめっちゃ柔らかいの。うん、これなら子供でもね、食べれる感じのメロンカレー。メロンとカレー合うんだね。そしてこのナッツは日本語レッスンね。くるみ、カレー粉がね、いっぱいついてるから箸で食べる。うん、くるみ、アーモンド、うん、でもそんなに辛くないし、カシューナッツ、うん、まあこれはビールのおつまみいいよね。ピーナッツ4種類ナッツが入ってるね。そして綿あめの自動販売機、綿あめマシーン。スクリーンをタッチするとたくさんの種類を選べて、私はピンクのお花を選んでみました。甘いかな？いちごの味。いちごの味。
え、将来何になりたいとか、なんかある？将来、え、なんか動画関係がいい。あ、マジで？メディアとか。動画がいい。じゃあちょうどいいね、これ YouTube にね、私も今編集して出しますからね。うまい。おいしい？うまっ。甘いよね、でも。いちご味。いちご味なんだ。本当にお花の形にできてるもんね。すごい。え、どんな動画やりたいとかある？どんな動画？なんか私はね、日本を紹介したりとか、あ、うん、日本語レッスンとかもね、やったりして、外国の人たちに世界とつながれるでしょ、なんか。今は警察のボランティアで、防犯対策の動画作ってます。うん、防犯対策の、ああ、いいね、そういうのも必要だもんね。なんかフィッシング対策みたいな。フィッシング詐欺とかの？そうそうそう。ああ、そうそうそう。うちね、お母さんとかも80歳代で、そういうの気をつけないとね。はい。じゃあこれはプレゼントで、美味しかったらよかった。やった。頑張ってね、じゃあ動画頑張ってください。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。あの前回のクッキー、名古屋の小豆トースター味のクッキー、当選者の方はディスクリプションに書いておきます。で、また次のビデオの時にギブアウェイしていきますね。1回ごと何かギブアウェイしていきます。そうなんです。今年でもう YouTube10 年なんです。だから、ちょっと頑張って YouTube ビデオやライブストリームやりますね。いつもありがとうございます。ではもう一回言ってくれるかな。またね。